はい、おはようございます。それでは定例記者会見を始めさせていただきます。まず冒頭で少し2点ほどお話をさせていただきたいと存じます。8月に入りまして、台風6号、7号と立て続けに台風が西日本に接近上陸をいたしまして、各地で被害が発生をいたしました。被災をされました皆様方に心からお見舞いを申し上げたいと存じます。本市でも台風7号の影響によりまして、高松祭りの終了とほぼ同時に暴風警報が発表されまして、翌15日の夜にかけて大雨洪水警報も発表になり、警戒態勢を整えておったところでございます。被害でございますが、怪我をされた方がおられたり、塩野地区で小規模な土砂崩れが発生したりするなどございましたけれども、結果的に大きな被害はございませんでした。今後とも10月頃まで台風シーズンが続くと思われます。私といたしましては、皆様の命と暮らしを守るために引き続き迅速な情報提供など発信など緊張感を持って防災対策に取り組んでまいりたいというふうに存じます。それから2点目でございますが、去る8月8日にビデオ会議システム Zoom を手掛けます日本法人の ZBC ジャパンと包括協定を締結いたしております。その締結式で本市として会議のほか、移住相談やあるいは窓口対応などをオンラインで実施できるようにすること、また市内のアートに触れる機会の拡充など、市民サービスやシティプロモーションの分野でこの Zoom を活用して本市の活性化に取り組んでまいりたいとの考えを報告させていただいたところでございます。今回の協定によりまして、新たな取り組みを進める上で Zoom からの全面的な支援を得ることができましたことを感謝したいと思っております。Zoom はコロナ禍で成長した新たな形のインフラでありまして、今やビジネスや生活にかなりの範囲で活用されておるというところでございます。私としましては、観光やスポーツをはじめ、防災、教育、農業、福祉といったさまざまな分野での活用を期待しておりますけれども、とりわけ今、Zoom をプラットフォームとして活用して、市民だけでなく、広く国内外に観光情報などの本市の魅力を発信できないかと考えております。例えばでございますけれども、いわゆるワーケーションというのがございますが、本市の島の魅力を生かした島ワーケーション、また、山あいの温泉地での島、塩野井での山ワーケーション、また市中心部でも街中ワーケーションといったことを体験していただけるということですので、こういうワーケーション推進の手段としても、Zoom の活用を検討していきたいというふうにも思っているところでございます。それでは報告事項に入りたいと思います。スライドをご覧いただきたいと思いますが、今日は2点ございます。パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の導入についてと、新型コロナワクチンの秋開始接種についてでございます。まずパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の導入についてでございます。本市では令和2年4月1日から性的少数者等のカップルを結婚に相当する関係と認めます。高松市パートナーシップ宣誓制度を導入しております。この宣誓者の子どもや親など3親等内の親族を家族として認めますファミリーシップ宣誓制度を今回9月1日から新たに導入いたします。その制度の名称でございますが、パートナーシップ制度を基本としながら、さまざまな家族の方たちに応える制度として創設するということで、パートナーシップ・ファミリーシップを並列して名称としております。これによりまして効果でございますけれども、市立みんなの病院におきまして、家族として病状説明を受けることができるといたします。また、高齢者運転免許証返納によるイルカカードと乗車券の交付を受けることができる、あるいは今後においては市営住宅の入居の申し込みでありますとか、放課後児童クラブへの入会申請が家族としてできるようになるということでございます。私といたしましては、今後とも利用可能となる行政サービスを少しずつ拡充をして、性的少数者の方やそのご家族が自分らしく安心して暮らせるとともに、まさに多様性を尊重するまちづくりの推進に取り組んでまいりたいというふうに存じております。
2点目でございますが、新型コロナワクチンの令和5年秋接種開始についてで、接種についてでございます。秋開始接種についてでございます。まず本市のオミクロン対応ワクチンの接種率でございますが、春開始接種ですが、これ8月17日時点で65歳以上の高齢者の接種率は 52.0% となっております。これは全国平均が 54.4% ですので、やや下回っている状況でございます。前回の定例記者会見の件でも申しましたけれども、このワクチンの秋開始接種を9月20日から開始をいたします。接種券でございますけれども、春開始接種を受けられた高齢者の方などへは9月6日から順次新たな接種券を発送いたします。また64歳以下の方や春開始接種の対象でない方々、受けてない方々につきましては、今年4月にお送りしております接種券を使用していただくということになるわけになります。なお接種券が手元に見当たらないというような場合には、オンラインの本市の接種券発行申し込みフォーム、あるいは本市のコールセンターへお問い合わせをいただきたいと存じます。この秋開始接種の予約受付でございますが、9月12日から開始をいたします。これまで同様、地元医師会のご協力いただきまして、今回は市内222の協力医療機関でワクチン接種を受けることができる予定でございます。また協力医療機関などの情報につきましては、9月6日から本市ホームページでお知らせするとともに、9月10日の新聞にお知らせ用のチラシを織り込むことといたしております。ワクチンの効果というものは、どうしても時間の経過とともに下がってくるということが言われておりますので、ワクチン接種を希望される方につきましては、ご検討をいただきたいというふうに思っております。私の方から以上でございます。はい、それでは記者質問に移らさせていただきます。まず、患者質問からよろしくお願いいたします。日経新聞の鈴木でございます。続けて2問質問します。まず1つ目、高松祭りを終えての所感を教えてください。2つ目、中国の日本への団体旅行が約3年半ぶりに解禁されました。市の観光への期待影響についてどう考えていますでしょうか。また市としてこのようなインバウンド観光需要を促進する取り組みについて教えてください。はい、まず1点目の高松祭りの所感でございますが、今回先ほども申しましたように、どうにか台風の影響もほとんどなく、3日間の全日程において、事故やトラブルもなく安全安心、大きな事故やトラブルもなく安全安心に開催することができ、これまでご尽力をいただきました祭り振興会をはじめとした関係者の皆様方に心から感謝申し上げたいと存じます。また私自身も3日間無事終えることができてほっとしているところでございます。今回花火大会は5年ぶりということで大きな期待もございましたが、一方で観覧席が確保できないという事情等もございまして、大幅な規模縮小でございました。ただ初めて音と光のコラボレーションという形で行ったところであり、例年よりは少ないとはいえ約12万人もの皆さんに楽しんでいただいたということでございます。見物者の皆様方からは、報道等でいろいろ声を拾い上げてみますと、音楽にあって花火が舞って迫力があったとか、あるいは今年で夏で一番きれいな花火だって感動したとか、あるいは10分間で短いと思ってたけどとても良かった、本当に来た甲斐があったといった声があったということでございます。また一方でもう少し見たかったとか、10分間はやっぱり短いなというような言葉もいただいておるというふうに聞いております。いずれにいたしましても、こういう声自体が花火大会を心待ちにしていた皆様方の期待なんだなということで肌で感じておるところでございます。で、最後の14日の日の総踊りフィナーレでございますけれども、非常に台風の接近で天気が心配されていましたけれども、私自称晴れ男と言っておりますが、どうにか大きな雨に降られることもなく、予定通り無事に総踊りが終了することができたということで、こちらにつきましてもほっとしておるというところでございます。それなりに、踊り子の威勢のいい掛け声や笑顔と活気にあふれるパフォーマンスが展開されましたし、沿道公園には多くの観客の皆様も詰めかけていただきました。
まあ、高松を代表する夏祭りとして、まあ、非常に高松祭り期待されているなということを感じたところでございます。次に2点目でございますけれども、中国便の高松空港における中国便の再開についてでございます。まあ、ご承知の通り中国がコロナ禍の中の受けて停止しておりました団体旅行を3年半ぶりに解禁をいたしまして、これに伴いまして昨日県から発表がございましたけれども、春秋航空の高松上海線が9月28日から週4便で再開をされるということになったわけでございます。これにより回復傾向にありますインバウンド需要がさらに加速化して伸びることが見込まれておるところでございます。またコロナ禍前の本州を含む香川県の外国人宿泊数、いわゆるインバウンドの宿泊数でございますけれども、国別に見ますと台湾に次いで中国が2番目ということでございますし、高松空港から入国したインバウンド観光客のうち国別で消費単価を見てみますと中国からの入国者が一番高額であるというふうにも聞いておるところでございます。したがいまして中国便が復活するということは直接中国の方が多く高松を訪れるということでございますので、落ち込んだ観光業界の回復を通じて本市の経済の回復活性化へ大きく寄与していただけるものというふうに大いに期待をいたしておるところでございます。その一方で飲食や宿泊事業者を中心とした観光業界はこれ全国的なものでございますけれども、働き手の確保、いわゆる人材不足に苦労しておるということも伺っておるところでございます。中国人観光客がまた急に増えるということになりますと、宿泊料金への影響など国内旅行者にもいろいろ影響が出る可能性も考えられるということでございますので、上海便再開後の状況を私としても注視をしながら、県や高松空港株式会社等と連携をして検討しながら、いろいろと検討しながらインバウンド観光の促進に取り組んで、今後とも取り組んでまいりたいというふうに考えておるところでございます。はい、それでは、各社からの質問をお受けしたいと思います。質問のある社の方は挙手の方よろしくお願いいたします。読売新聞の黒川と申します。すみません、先日大西市長の方から市議会の議長宛に市議会議員から市職員にパワハラ等に該当するような、発言言動があったとして申し入れをされたという、件がありました。この件について市長の、その申し入れに至った経緯お考えを説明していただきたいのと、当該の議員からは、厳しい質問だとか鋭い質問とそのパワハラに当たるような質問追及っていうのはすごく線引きが難しくて、その議員の質問する権利が守られるのかというような、反論を、報道陣に対してされました。そのことについても市長のお考えをお聞かせ願えますか。はい、この度市議会議長に対して、市長名で今回申し入れを行ったところでございますけれども、これにつきましては議会関連業務において市議会議員から市の職員に対してパワーハラスメントだと思われる言動があったということでございまして、それを検討した結果、これは非常に重大なパワハラ等をない職場づくりということにおいて非常に重大な事案であるということで判断をし、看過できないということで、それにつきまして議会の方に対して適切な対応を求めるべく申し出を行ったということでございます。あくまで事案等を検討した結果、ハラスメントと思われる言動があったということで、それについては議会側で調査をやっていただいて事実関係を確定の上適切に対処していただきたいということでございます。いずれにいたしましても執行部と議会側が、いわゆるよく言われるんですけど車の両輪として、適正な、関係を保ちながら議論をしながら姿勢を遂行していくということが非常に大事なことでございますので、そういうハラスメントが起こるような状況というのは好ましくないということで、
まあ、その辺を議会側として、まあ、議員の言動に関わるものでございますので、責任を持ってきちっと適切に対処していただきたいという気持ちで申し入れを行わせていただいたというものでございます。まあ、議会側で適正に対処してほしいということで申し入れ、その市長が例えば直接街頭の市議に申し入れるとかではなく、その議会に申し入れとなったのはどうしてなんでしょうか。議会関連業務に伴う、言動でございますの で言動を発したのが市議会議員さんということですから、まあ、市議会議員に対するいろいろ調査権限とか同等というのは議会側で行ってもらうということが、道筋であるということで議長に対して申し入れを行ったということでございます。はい、他にございませんか。すみません、KSB の村主と申します。今の質問に関連してなんですけど、まあ、市議会議員に関する調査権限が議会にあるので今回申し入れをしたということなんですけど、まあ、通常の市職員がハラスメントを訴えた場合、人事課のハラスメント対策委員会が意見を集めてそれの判断をもとに任命権者の人がハラスメントかどうか判断するっていうのが、まあ、通常の流れなのかなと把握してるんですけど、今回そういった場で、まあ、意見を集めなかった理由とかはありますか。まあ、先ほど言いましたように市議会議員さんの言動がハラスメントだと思われる事案であるということで、まあ、その辺の事実認定も含めて議会側で対処してほしいということで申し入れを行ったということでございます。はい、他にございませんか。NHK の内野です。すみません、今の質問に関連して、まあ、先ほど読売さんも、お伺いしたとは思うんですけれども、まあまあ、今回 の、まあ、パワハラ、いわゆるパワハラと思われる発言とその、まあ、いわゆる厳しい質問との、まあ、その、まあ、その区別といいますか、そういったところ今回の事案についてどのようにお考えでしょうか。議案の説明等を行ってたということでございますけれども、その内容についていろいろ町長派と議論をされるというのは全然問題ないと思っておりますけれども、まあ、個人的な攻撃的な発言とか、あるいは嘘、まあ、こういった事実関係はちょっと手元がありませんので言葉は若干違うかは分かりませんが、まあ、嘘つき呼ばわりをするとか、まあ、そのようなハラスメントにと思われるような言動というのはやはり慎んでいただくべきというふうに思っておるところでございまして、まあ、そのようなハラスメントと思われる言動があったということで、これは看過できないということで今回議会側に申し入れることとしたというものでございます。わかりました。すみません、それとあと別の質問でいて、今回 の、パートナーシップ、ファミリーシップ宣誓制度についてなんですけれども、これ2点ありまして、これ県内で、3例目ということでよろしいのかということとですね、あと、まあ、パートナーシップ制度でよく言われてます、いわゆる他の自治体と の、まあ、連携といいますか、その、まあ、申請なり の手続き の、まあ、引き継ぎなりですね、そういったところの連携等はどのようにお考えでしょうか。はい、3例目でいいのかな。はい、男女共同参画共同推進課の佐藤でございます。よろしくお願いいたします。ファミリーシップ宣誓制度の導入状況でございますが、県内では三豊市、観音寺市、丸亀市に次いで4市目となります。それで先ほど申し上げましたが、そのいわゆる他自治体とのですね、連携ですね、そういったところどのようにお考えでしょうか。はい、そうですね、まあ、いろいろ各市によって制度の立ち上げの時期も違いますし、例えば施設の内容等も違ってきますので、必ずしも一律にということはいきませんけれども、連携できる部分はできるだけ連携するような方向で今後話し合いはしていきたいと思っております。わかりました、ありがとうございます。
すみません、RSK 古川です。パートナーシップの件、ずっと同じような質問になるんですけども、これをですね、結局、こんなに拡大していこうというのは、やはりそれだけのニーズが高まっていっているという部分の認識からなんでしょうか、いかがでしょうか。はい、非常にまずパートナーシップ制度を作った時によって、かなりそういう課題というそういう問題意識を持っている方が非常に多いというのは分かってきたわけでございまして、でパートナーシップだけではなくやっぱりファミリーシップというのも非常に大事な要素であると、例えば病院での病状説明を聞くとかですね、昨日ニュースなんかでも昨日も報じられておりましたけども、裁判等でその家族として弁明の機会を与えられるとかですね、そういうものについて非常にニーズは高いのかなというのは私自身も感じておるところでございまして、市としてできる範囲でということではございますけども、そういうものに拡充していきたいということで今回ファミリーシップ制度も導入することにしたというものでございます。実際こういった合併、県内でも4例目ということですけども、徐々には広がってはいってはいるんですけども、いわゆるその本質的な部分ですね、いわゆる完全に家族として同じような扱い、例えばその病院でも今回でいくとみんなの病院とかですね、市の管轄するところでの限定の部分になってくると思うんですが、そのあたり例えばもっとこう全体的に広げていこうとか、そういう形でなんかその市として国となんかそういう話をしていこうとか、そういった考えっていうのはあるんでしょうか、どうなんでしょうか。最終的には法律改正とか、国の方で一時そういう制度を導入するかどうかという議論でしょうけど、その辺につきましてはやっぱり国民的な合意といったものができないとなかなか同性婚を認めるとかですね、その辺については話はすぐには進まないのかなというふうに思っております。そういう中で、市として、できる範囲内で、ある程度認められるような融通的な制度について今回広げることにしたということでございます。やはりその市としてもそういった形で、できる限りのことをやっていかなければというか。そうですね、できる限りそういう市民の声には少しずつは応えていきたいというふうに思っております。ただ法律事項になりますとやはりそこは一定の壁があって、そこは国民的な合意のもとに国の方できちっと措置していただかなければならないということかと思っております。あとすみません、細かい話なんですけど、市住宅の入居申し込みは予定とかなってますけども、このあたりっていうのは現在もそのパートナーシップでもまだ実際実現されていない部分なんですか。パートナーシップは今市営住宅認められてるんだよね。これを予定にされている理由っていうのは何かあれば。いわゆるこの今入っているその市営住宅の入居申し込みが予定とかなってますけども、これはそのファミリーシップが予定なのか、パートナーシップも含めての予定なのかという。すでにパートナーシップ宣誓制度をされている方も利用できるサービスの上に、家族の方もということでございます。いやいや、市営住宅の申し込みというのは今パートナーシップ制度でできます。できます、はい。ファミリーシップ制度が予定となっているんだけども、市営住宅の要綱改正の時間が必要になりますので、要綱改正ができましたら家族の方も同様に入居していただけるということで今後の予定となっております。ということは、市営住宅入居申し込みとかは、パートナーシップでも拡充するわけではなくて既にある制度ということで、ただ手続き上できないものについてはまだ予定という形で、ただやられるということを。さようでございます。はい、分かりました。あと1点、先ほどあったですね、そのパワハラの問題の話なんですけれども、はい、事実認定も含めてその、議会の方にという形で言われてましたけれども、これ実際、担当当該の職員の方から例えば市長は直接聞き取りとか、看過できないという表現をされてましたけれども、そういった部分ではこうパワハラ的なものがあったという認識の上でやられたということなんでしょうか、どうなんでしょうか。思われるコンプライアンス推進課 の見解もつけておりますけれども、パワーハラスメントと思われる事案であるというふうに認識をいたしております。ただそこの事実年認定は今回は、市議会議員さんの言動だということでございますので、市議会の方に事実認定を、事実確認をしていただくということにで申し入れをしたということでございます。職員に対する聞き取りとかも議会の方にやっていただくという形になるわけですか、どうなんでしょうか。いや、職員からの聞き取りというのは市の許可でやります。というかその議会が職員からの聞き取りというのはもちろん参考までにやるかも分かりませんけれども、そこは直接的には、いろいろ配慮が必要かなというふうに思っております。
そうでいうと、その事実認定っていうのがその議会だけでするべきなのか、高松市も含めてするべきなのかっていうふうに思ってしまうんですけど、どうなんですか、そのあたりっていうのは。まあ、パワーあのハラスメントの言動があったかどうかという事実認定でございますので、まあ、そこについては議会側にお任せしたいというふうに思っております。ありがとうございます。すいません、たびたびパワハラの話で恐縮なんですけど、ちょっと勉強不足で確認なんですけど、市の方でその申し入れてお願いしているその市 の、まあ、働きやすい職場に向けて の、 その適切な対応というのは知事がどういうところを意図して狙いなのかな、まあ、結局はお聞きしたいことなんですけど、まあ、その茂木市議に対する何らか の、 その処罰なり市議会として の、 その対応なのか、全体 の、 その市議会としてどうしていくかとい う、 そう、まあ、ルール作りみたいなとこまで求めていらっしゃるのか、まあまあ、市長がその、まあ、狙いとは言い方悪いですけど、目的的なものっていうのはどの辺になるんでしょうか。まあ、その辺は議会側の判断かと思っておりますけれども、やはりあくまでも市議会の業務も含めてですね、まあ、ハラスメントのない職場作りというのは非常に重要であるというふうに思っておるところでございまして、まあ、そのために市議会としてこれを今回の教訓として、まあ、何らかのハラスメント対策というものを考えるのかどうなのか、まあ、その辺はまさに適切に市議会の方で判断をしていただいて、結果を出してほしいということでございます。まあ、市長名で申し入れられているということは、ある程度こうしてこういう形にしてほしいという願い要望があるかと思うんですけど、その辺は市長としては どういう形になればいいなと思われてますか。いや、まあ、今回の言動の話につきまして、同行してほしいというふうにこちらが決めてかかっているものではございません。全体的にそのパワハラというそのことに対して、議会としてこうどう最終的に取り組んで、どういう形になればいいなというようなその、うん、到着地点というか、そういうのは描かれてはないですか。議会としてやはり言動等に対してこういうのは慎むべきであると、そこで対執行部側に対してこういう議会側としてこういう行為あるいはこういう言動というのは慎むべきであるというような何らかの要項的なものとか、あるいは取り決めとか、まあ、そういうものを何らかで作っていただきたいという思いはございますけれども、ただそれは最終的に議会側が判断すべきことだと思っております。ありがとうございます。はい、他にございませんか。すいません、四国新聞社の八塚といいます。琴平電気鉄道のことについてお伺いできたらと思います。8月19日に、立林町のですね、踏切で、再びですね、遮断機が降りないという事案が発生いたしまして、21日に、琴電の方が会社の方で記者会見を開きました。まずは19日にですね、再び遮断機が降りなかったというトラブルが発生したことについてのですね、市長 の、 ご所見をお伺いできたらと思います。はい、前に琴電の踏切インシデントにつきましては非常に重大な問題であって、まあ、今後このようなことが起こらないようにしっかりと対応していただきたいと、まあ、非常に遺憾であるというような旨を表明させていただきましたけれども、まあ、今回さらにまた19日の日に遮断機踏切インシデントが起こったということでございまして、まあ、この辺は公共交通は何よりも安全の確保というのが非常に重要であって、まあ、その点についてこのように立て続けにこのような問題が起こっていることに対して、まあ、再び遺憾であると言わざるを得ない状況かというふうに思っております。まあ、これにつきましては昨日琴電の方が真鍋社長が会見をして、まあ、今後の方向性と、まあ、自らの引責辞任等も含めて発表いたしておりますけれども、早急に体制を立て直していただいて安全安心の確保に尽力をいただきたいと、早急に行っていただきたいというふうに思っているところでございます。前回の時に、市長提言の中でですね、7月20日に琴電の方から説明があったということですけれども、今回の事案発生を受けてでも構いませんですし、7月20日以降でですね、琴電の方と何らかのやり取りがあれば、お伺いできたらと思います。
琴殿の方とはですね、7月の20日それから8月3日に市として琴殿に対してヒアリングを行っております。でその時に原因究明と再発防止の徹底を要請をいたしております。また琴殿から透明の対応策について聞き取りを行ったというところでございます。まあ、いずれいたしましてもそのこの時点におきましては更新周期を見直して短縮または新たに設定して、まあ、全ての、問題のある機器の保安設備の交換を実施していくというふうに伺っていたところでございます。まあ、会見の中でですね、真鍋市長が G の意向を表明されております。市長としてですね、社長交代について のご所見があれば伺えたらと思います。はい、まあ、昨日記者会見で、まあ、これから真鍋社長あたりがリーダーシップを取って安全に確保に尽力していただけるというふうに思ってましたが、まあ、辞意表明自体ははっきり言ってびっくりしたところでございます。まあ、ただ今後とも役員にとどまってその辺は責任を持ってやっていくということでございますので、先ほども言いましたけれども、琴殿全体として安全安心市民の確保について全力で尽力をしていただきたいというふうに思っておるところでございます。まあ、とにかく原因究明と再発防止等の対策として、まあ、ハードソフト両面にわたって必要な対策を早急に実施をしていただきたいというふうに思っております。琴殿の方がですね、会見の中でやはり整備を進めていくのにはやはり幾分にもお金が必要ということがあって、その中 その、まあ、資金の調達の方法として自治体への支援要請と、それから外部に向けての資金調達というのをですね、挙げていました。高松市としてですね、まあ、新たに支援をするなどというようなことで今ご検討されていることはありますでしょうか。まあ、今までもですね、公共交通の存続が非常に重要な行政課題であるということで、まあ、いろんな形で琴殿さんに対して、まあ、例えば新駅整備もそうですし、複線化の補助でありますとか、あるいは、ソフト面では利用促進対策として乗り継ぎの、補助でありますとか、あるいは、高齢者に対する、割引のイルカカゴールドイルカカードなんかの、支援といったようなことで やってきておりますけれども、まあ、今回は、まあ、事故の安全設備等に関わる話でございますので、まあ、中心はやっぱり県あたりの、支援というのが中心になろうかと思っておりますが、まあ、県と連携をしながら、まあ、市としても必要があればやはり公共交通の充実確保といったような視点から必要な支援であれば検討はしていきたいというふうに思っているところでございます。ちょっと質問が前後しますが、真鍋社長が社長を交代するという意向を示されてですね、真鍋社長が就任されてから河原町の中にですね、移行でを設けられたりとかですね、まあ、いろいろこう連携をされてきたかと思いますが、新社長に期待されることなどがあれば伺えたらと思います。まあ、とにかく、まあ、最初一番大事なのはもう安全安心の確保を早急に取っていただきたいということが一番大事なことでございますが、まあ、それと同時にこれまでやってきた先ほど言いましたような公共交通の利用促進策、あるいは維持のためのいろんな対策等について、まあ、市とも十分連携を取りながらしっかりと進めていっていただきたいと、今後これまで通り進めていっていただきたいということで期待はしたいと思います。ありがとうございます。他にございませんか。すみません、KSB 野村主です。高松市三谷町にある障害者支援施設のことでお伺いしたいんですけれど、この施設で、まあ、利用者11人の、まあ、保護者に対して契約解除の通知が、まあ送られたんですけど、まあ、この施設で起こっていることとかこの法人についてどのように受け止めているかをお聞かせください。はい、まあ、今お話がございましたように知的障害者施設におきまして職員の一斉退職が起こり、まあ、それに起因をいたしまして、施設の利用定員を削減して、まあ、一部の利用者に対して契約解除を通知するという状況が発生をしておるところでございます。法人側といたしましては、まあ、職員確保を今尽力をしているんだけれども、
利用者の安全面を考えればなかなか確保には至ってないものですから、利用者の安全面を考えれば、定員の減少は苦渋の選択としてやらざるを得ないというふうに弁明もされておるところでございます。まあ、この定員削減につきましては、それは法人の理事会の決定事項でございまして、また契約解除につきましても施設と利用者の契約上の問題でございますので、まあ、市としてその是非を判断するということはできないところでございます。まあ、しかしながら、まあ、利用者の安全面を考えるといいましても、まあ、利用者や保護者の同意なしに利用者を強制退所させるということは人権上問題がございまして、あってはならないものであると考えております。そのため法人に対しましては、利用調整が困難な場合にあっても強制的に退所させることのないよう利用者の人権を擁護すべきといった旨を文書指導をしておるところでございます。まあ、今後とも強制的な対処というようなことが起こらないようにしっかりと指導をしてまいりたいというふうに思っております。ありがとうございます。まあ、2020年の1月、まあ、社会福祉法人なので市がまあ指導を監督する立場にあるのかなというふうに思うんですけれども、まあ、2020年1月に職員や保護者からまあ内部告発が市の方にあって、それからまあ今に至るまでで、今まあ利用者のまあ契約解除という、今利用者4分の1ほどのまあ利用者の契約解除ということになっているんですけど、これまでの市の対応について市長としてはこうどういうふうにお考えになられていますか。はい、まあ、これまでも関係者からいろんな声をお聞きいたしておりますし、相談も受けております。まあ、私自身も保護者会とお会いしたこともございますけれども、まあ、そのような形で、まあ、法人の運営自体については市がどうこう指導、直接指導することはできませんけれども、まあ、これら の、 その強、一斉退職が起こって、まあ、非常に、契約解除も起こらやらざるを得ないと言ったような切羽詰まった状況がございますので、まあ、その辺についてはきちっと先ほど言いましたように、指導をしながらやってまいりたいというふうに思っておるところでございます。まあ、そして今後、職員の確保を引き続き求めて、どうにか利用者を、契約解除に至らないような努力をしていただきたいということでございますけれども、万一強制的な契約対処の動きがあるということであれば、社会福祉法の基本理念に反することでございますので、その辺については業務改善勧告といったような検討も行ってまいりたいというふうに思っております。ごめんなさい、最後に言って、まあ、解除日が9月9日で、まあ、もうおよそ2週間とちょっとぐらいだと思うんですけど、まあ、それまでに今おっしゃっていただいたような指導を、まあ、今後それに向けてしていくということでしょうか。まあ、それについては、指導というか、要は契約解除につきましてはそれぞれ当事者同士の、合意というのが必要ですので、それができるように、まあ、いろんな形で、まあ、指導という指導をしてまいりたいというふうに思っております。ありがとうございます。たびたびすみません、あるんですけど、古川ですけども、ことでの踏切の話なんですけども、まあ、7月20日と8月3日ですかね、まあ原因究明と対策を申し入れたということなんですけど、その後にまあ起きているわけじゃないですか。で、まあ、たまたまそのまあ事故にはつながってないわけですけれども、まあ、現時点ではその今の申し入れという部分で十分なのか、まあ、同じようなことが起きたら事故につながる可能性もあると思うんですけど、その他別の例えば、まあ、なかなか難しいんでしょうけども、もうすぐチェックするとか、まあ、極端なしずっとそこに誰か安全なね、管理する人配置するとか、そういった申し入れとかそういったことは考えてないんでしょうか。まあ、重大な事態だというふうには捉えておりますし、まあ、その辺はことでも意識をして、まあ、体制を刷新をしながら、対策を講じていくということでございますので、まずはことでんさんの方の考え方みたいなものをしっかりしていただきまして、まあ、必要とあればその市としても聞き取り等を行いながら、あるいは何らかの対策が必要であればそれを申し入れていくということになろうかと思っております。まずは今起こったばっかりでありますので、まず琴電さんの方が体制を立て直しして、まあ、どういう方向性を出すのか、それを早く固めていただきたいということかと思っております。またその申し入れを行った中で従軍チームとこういったことが起きたことについては市長はどのように感じられますか。
まあ、実感的にその踏切の設備自体がですね、問題があったかどうかチェックができなかったということかも分かりませんし、まあ、今のところ問題点ははっきり、はっきりしてないということでもございますので、その部分は今の段階では何とも言えないことかと思っております。まあ、ただこういうことが起こったこと自体はやはり重大に受け止めていただいて、抜本的にやっぱ安全対策を見直していただくということが必要かなというふうに思っております。これで事故につながったらとかっていうのは考えられませんか？それは大変なことだと思っております。はい、他にございませんか？すみません、何度も。読売新聞の黒川です。先日高松競輪場の再整備方針案というのが調査会で示されたかと思うんですけれども、改めて市長に、どういった設備にしていきたいかということを1点と、それから18年の有識者会議では改修費用として11億円という試算が出てたかと思うんですけれども、今回の建て替えということで75億円にまで膨らんでいるということについて、どのようにお考えかお聞かせ願いますか？はい、競輪場につきましては、その存続に関しまして競輪場の在り方検討委員会を作っていただいて、で、存続するのかどうなのか、存続するとしたらどういう考え方がいいのかということで案を出していただいたというところでございます。でその後競輪場の存続というのを決めて、建て替えをやっていこうということでございます。耐震改修が必須ではあったわけでございますけれども、それに合わせまして、今回大幅に建て替えをすることにして、で PFI と民間委託の手法を使って、民間の活力の手法を使って建て替えをやっていこうというふうな方向で議論まとめさせていただいておるというところでございます。在り方検討委員会の時には改修して残すとすると最低限いくらかかるかということで出した数字でございますけれども、その後の検討において全面的な建て替えをしていって、民間の運営ノウハウを持って全体を運営していただくと、で建て替えをして合わせてそのサイクルスポーツとしての拠点というのと同時に、余剰地において新たな活用策ということで都市型スポーツの設備等についても検討をしていくということで今打ち出させていただいているところでございます。今年度に基本設計をやっておるところでございますので、それがはっきりした段階で再度議会を中心として関係者等にご説明をして、市民のご理解を得ていくということになろうかと思っております。はい、他にございませんか？日経新聞の鈴木です。今の競輪場に関してどういう設備にしていきたいかという市長のお考え教えていただければと。競輪を運営自体を、民間の方で業務委託で今やっておりますけれども、それを継続しながら、施設としては、競輪を最低限やりながら、アマチュアの自転車競技等も含めてサイクルスポーツの拠点としていくと、あと、残った余剰地等におきまして、親子やあるいは子どもや女性なんかも非常に来やすくて、そこで、遊んだりなんかするようなことができるような施設、または都市型スポーツとして若者たちがこういろいろ活動ができるような施設といったものを作ってまいりたいというふうに考えておるところでございます。あと琴源の件なんですけれども、相次ぐトラブルが新駅整備計画に与える影響などはありますでしょうか？何ですか？これまで通り続けていくという新駅整備計画についてはこれまで通り続けていくということ。新駅整備です。新駅整備です。はい、新駅2ですね。今のところ直接的な影響はないと思っておりますので、それにつきましては基本的に進めてまいりたいというふうに思っておりますが、先ほど言いましたように琴電自体の経営状況等もございますので、その辺は今後のお話し合いかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。はい、質問他にございませんか？
すみません、改めまして、市議のパワハラと思われる言動についてお伺いします。市長として、今回のような申し入れは初めてだと伺っておりますが、それだけ、職員の訴えを重く受け止めたという理解でよろしいんでしょうか。重大な事態であるというふうに受け止めたということでございます。改めてなんですけど、先ほども、申し入れ書にもほら精神的に安心して働けるような職場環境の維持ということなんですけども、それは職員を守るという理由だと思うんですが、改めて申し入れを行った理由をお願いします。ハラスメントのない職場づくりというのは非常に重要な課題であるというふうに思っておりまして、もちろん市長部局の中でも常にいろいろな対策をやっておりますけれども、議会との関係においてもそこはきちっと守っていただきたいということでございまして、議会側としてもハラスメントのないような業務運営というか、そのような議会を作っていくといったようなことで、適切な対応をよろしくお願いしたいということで今回申し入れを行ったということでございます。いわゆる当局の長として、市長がまあ職員のいわまあトップ的なところだと思うんですが、やっぱそういうふうに、ハラスメントと思われるような言動があれば、やっぱり職員を守るっていう意識として動かれているという理解でよろしいんでしょうか。職員を守るというか、議会と執行部側として適正な関係として、そういうの中にハラスメント的な行為が入ってくるのはダメだろうということで、そこはきちっと、適正な関係を維持しながら市政発展のためにお互いが努力するという関係で今行きたいというふうに思っております。市長、先ほどもおっしゃっていただいていると思うんですが、今回の市議の言動をどう感じていらっしゃいますか。やはりちょっと事案自体のですね、議論をするというのはいいんですけれども、それ以外の人格否定的なところまで発言が及んでいるというふうに聞いておりますので、それ自体はやはりハラスメントと取られても仕方ないのではないかなというふうに思っております。ただその辺の事実認定は議会にお任せしたいというふうに思います。今回のその、市議の方ではその語気が強くなったっていうことはなんか認めているそうですけれども、ハラスメントに当たる可能性は極めて低いともなんか、言ってるんですが、そういうそれに関してはどう受け止めてますか。その発言自体は私も確認したわけではございませんので何とも言えないですけれども、先ほど言いましたように議案の内容自体 そのやり取りということで動きが激しくなったりそういうことをするのであれば、それは仕方がないかなというふうに思っておりますが、それ以外の人格否定的なところで発言があったということでございますので、その辺についてはやはり慎んでもらうべきではなかったかなというふうに思っております。やり取りで語気が強くなったっていうところは仕方ないとおっしゃるんですけども、今回のハラスメント その申し入れの中では語気が強くなったっていうことも含めての判断ではないんでしょうか。言い方の問題でありますけれども、だからそこは同じ発言をするんでも語気が強くなったりいろいろあろうかと思いますが、それは全体として強圧的なパワーハラスメントだというふうに捉えられるかどうかというのは事実認定の問題かと思っておりますけど、ただ私が聞いている限りにおいては、直接的な内容と関係のないところの発言があったということでございますので、その点においてやはり問題であったのではないかなというふうに判断しているということでございます。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、他にご質問。朝日新聞の土井と申します。パワハラについてなんですけれども、一部の議員からは今回の、パワハラと思われる言動について調査する人が議会運営委員会の、委員長であるとか各会派の幹事長ということになっていて、第三者が入っていないということに対する批判も出ていると思うんですけれども、その点について市長が何か議会の調査に対して申し入れをするということはないでしょうか。調査は申し入れはしましたけれども、それをどういうふうにやられるかというのはあくまで議長を筆頭とした議会の判断であるというふうに思っております。他にご質問ございませんか。
すみません、1点だけ、パワハラの問題でして、先ほど、市長としてその、まあ、言動の内容をちょっと確認できて、言動内容自体確認できてないということだったんですが、そのやり取り全般をまだ確認されてないということなんでしょうか。またもし確認されてないのであれば、今回高松市長としてその、まあ、申し入れがされているので、そこら辺はどのようにお考えでしょうか。やり取り全般というか、コンプライアンス推進課の方に職員が相談に行って発覚したものでございますので、それについて、どういうやり取りがあったかというのは一応確認はいたしておるところでございますが、その言動自体録音されたりなんかしているわけじゃございませんので、その辺について正確に全体を把握しているわけではないというふうにお話しさせていただいたところでございます。あくまでその、コンプライアンス推進課が職員から聞き取った内容については、市長として把握されているということですね。わかりました。ですから、ハラスメントと思われる言動があったので申し出を行ったということでございます。ありがとうございます。すみません、ごめんなさい、重ねて今のコンプライアンス推進課の話なんですけど、通常コンプライアンス推進課がハラスメントの認定を行うような、部署というか担当課ではないというふうにお伺いしてるんですけど、今回はコンプライアンス推進課の、見解っていうのを申し入れ書に添える形で、お話しされてるんですけど、本来であれば先ほども申し上げたような、人事課にあるハラスメント対策委員会がに意見を伺うべきなのかなと思うんですけど、今回、そのコンプライアンス推進課が対応することになったっていうのはどういうことなんでしょうか。法律的な見解でハラスメントに当たる、一般的に当たるかどうかという判断をコンプライアンス推進課の、担当弁護士さん、弁護士もおりますけれども、そちらに求めたと、法律的な判断を求めたということでございまして、疑いがあるということで今回申し入れに至ったということでございます。そういったコンプライアンスに当たるか該当するかどうかっていうのは、ハラスメント対策委員会で行われるべきことではないんでしょうか。ハラスメント対策委員会というか、市職員は受けた方でございますので、ハラスメントをなくす職場づくりという趣旨で議会側の対応を今回求めたというのが申し入れでございます。なるほど。そういった意味でじゃあ今回はコンプライアンス推進課が対応したということですか。ハラスメントに当たるんではないかというところで判断をコンプライアンス推進課に求めたということでございます。ありがとうございます。例えば市の職員が市の執行部の中で執行部の中でこの同様の事例が起こったら、もちろん担当である人事課がそれを調査をした上で、事実確認をした上で対応するということになりますが、市の市議会議員さんからの言動であるということでございますので、その辺の認定判断を市議会の方に申し出たということでございます。そのための見解を求めるという意味で、今回はコンプライアンス推進課に判断を求めたということですね。判断というか、そうですね、法的な見解というもので、パワーハラスメントに当たる可能性があるのかどうかということで見解を求めたということでございます。わかりました。はい、他に質問よろしいでしょうか。はい、大丈夫ですか。はい、それでは以上で市長定例記者会見終了させていただきます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。